計画電流の合計値ですね、の値は、17プラス8でこれ、25アンペアになります、ね。このですね、電流値ですね、3倍ですね、3倍が、感染のですね、配線用遮断器ですね、最大値ですね、最大値になります。ですね、そうすると 25×3 倍ですね、これ75アンペですね。はい、またですね、感染の許容電流ですね、2.5 倍ですね、この場合だったら75ですね、ブレーカーの値よりかですね、大きければですね、よりですね、配線用遮断器ですね、75アンペですね、以下のものですね、こうですね、だから、最大値が75ですから60でも50でもいいわけですね、はい、電線は太計算値より太いのがいいわけです。で、配線用遮断器は計算値より細い方が安全と、こういうことになりますのでね、61アンペアの 2.5 ですね、これ 152.5 アンペアになりますから、75アンペアは小さいんでね、この75アンペアのブレーカーが使えると、こういうことなんですね。さあ、それでちょっとね、ちょっと逆算してみます。感染の太さをですね、これは61アンペとありましたけどね、実際は計算して出すわけですね、幹線のですね、太さですね、25アンペアかけ 1.25 ですね、はい、50アンペ以下ですね、 1.25 になります。これ 31.25 アンペアです。で、これを、まあ、外資引きですね、
外資引きの配線ですね。ならばですね、給与電流がですね、35ですね、35アンペアのですね、IV のですね、2ミリですね、2ミリですね、これが使用できます。ちなみにですね、これの計算してみましょうかね。35×ですね、2.5 倍ですね。そうするとこれがですね、87.5 アンペアですね。75アンペアよりか、大きいですから、これと同じ条件ですね。はい、同じですね。75アンペアのブレーカーが使えますよとですね。それからこれをですね、ケーブルですね、ケーブル、工事ですね。そうですね。まあ、金属加盟所ですね。の配線ですね。ですね。この 31.25 ですね。これをですね、0.7 で割ります。そうすると、これは45アンペアですから。これは、VUF で行くならですね、26で48ですからね、これ以上ですね、以上の電線を使うと、こうなります。でその時もですね、ブレーカーは、最高で75でいけます。外資引きの時の計算でですね、そのまま使えますので、75ですね。